はい。くるちゃん。おはよう。おはよう、くるちゃん。はい。あ、動かなきゃ。おはよう、くるちゃん。はい、どうぞ。くるちゃんが降臨します。雨だよ。お、今日は上から行ったね。どうですか、綺麗に掃除しましたが。はい、上手。あら、ちょっと待って、雨漏り。あ、風で傘がガタガタ当たってた。おいちゃん、ご機嫌さん、どう、綺麗でしょう。クロちゃん、気持ちいいね。掃除したんだよ。はい。よし、クロちゃん。はい、あー、上手。あえてね、尻尾をこうやって結構ね、ピューンってなってるのは、子猫が母親とか母猫がね、いるときとか、これです。ピューンってなるじゃないですか。これは嬉しいって甘える仕草っていう。はい。で、人間だったらまあやっぱりね、ここ甘えたいっていうか、そういうのがあるんですって。こうやって尻尾は、まあまあそれはもう前から分かってることですけど、でもね、クロちゃんこう触ったりすることができないんでね、とか言ってますけど、実はね、ちょこっとだけね、触れるんですよ。その甘え方がね、ちょっと分かんないんで。でもこれはね、甘えてる証拠ですから。ね、クロちゃん、はい。クロちゃん。ね、もう触られるのに慣れてないから、もうほら、こうやってご機嫌じゃないですか。うん。これが甘えてる証拠です。ねえ、クロちゃん。それはもう皆さんもわかりますよね、でも。ねえ、クロちゃん。嬉しいね。そして気持ちいいね。もう尻尾がビーンと立ってますよ。ねえ、クロちゃん。甘え方がね、クロちゃんなりの甘え方。ちょっとだけ触れるんですけどね。ねえ、クロちゃんね、どうしようどうしようってね。でもこうやってゴローンすることでクロちゃんはね、表現してるんです。うんって、嬉しいってね。はい、こんな感じです。よし、じゃあお食事の準備に入らせていただきますんでね。はい、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ごめんごめんごめん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。その前に、ちょっとトイレ、こっちのトイレに掃除するんで。よいしょ。水もちょっとあっちを入れとこうか。ちょっと待ってね、くるちゃん。よいしょ。嬉しいの、尻尾がビーンなとるね。ちょっと待っててね。よいしょ。はい、クロちゃん。ミッション。はい、今日もね、ニコちゃんで行くわ。じゃあね、はい、ニコちゃんです。どうぞ。
Thank you.
Everyday happy, yes happy 宝物見つけたよ。 Everyday happy, yes happy 大好きだよいつまでも。